しくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日の変身について、まずビフォーから、ビフォーの状態がどんな色味で、はい、まあ、ダメージがあるなしですとか、そういうのを教えてください。はい、ビフォーは15トン中の10から11トンぐらいの明るさで、毛先がグラデーションカラーでブリーチされていた残りがありました。それを今回は今流行りの、ヘルシーな、ちょっとブラウン味の入ったカラーリングに変えております。今日はオリーブブラウンを使って、毛先のブリーチの残っているちょっと透き通りすぎている部分をしっかりとオリーブブラウンのブラウンで抑えながら、根元から毛先まで統一感のある綺麗なツヤのあるブラウンに仕上げています。仕上がりの明度は9レベルぐらいで、痛みのない髪の毛というのを表現しています。オリーブブラウンっていう色味の選定は、その理由っていうのを教えてください。やっぱりちょっと春夏なので、少し冬場だとバイオレットとか、ピンクとかオレンジなんかも流行ってましたけども、春夏なので少し寒色に行きたいんですけれど、まあ、アッシュとかっていうよりは少し変化させてオリーブを使うことでちょっとこう爽やかさっていうのも入れてみました。スタイリングの仕上げ方、はい、最近の傾向としては、今まで流行ってた、まあ、ブリーチ切りっぱなしオイルで仕上げるっていう流れから、まあ、ブリーチがなし、自然なブラウンで、まあ、レイヤーが柔らかく入ったスタイルに変わってきてて、オイルで仕上げるというよりはこうドライな、もう本当に素髪のままで仕上げるっていう風潮に変わってきているので、オイルをつけず、面のある艶やかな柔らかなカールで仕上げています。束感というよりも面で、スタイルを作る感じに、しました。はい、具体的なこうちょっと顔周りとか毛先の巻き方っていうのは今までのこう中間がふわっとボリュームがあって毛先が跳ねるという流れをそのままに、そこに今まではオイルでこうパサッとした感じをしてたんですけど、ブラシで毛のブラシで撫でるような感じで、束というよりは面、毛流れというのを作りました。アイロンワークっていうのはどう巻いてる？アイロンワークは今までのアイロンワークよりは少し細め、強めで巻いて、それを毛のブラシで溶かすことによって大きく大きなうねりを表現できるようにしました。ありがとうございます。今回オイルを使わなかったということなんですけど、スタイリング剤としてはツヤ出しスプレーをメインに、まあ、それオイルスプレーなんですけど霧状なので、スタイリングオイルみたいにベトつき、まあ、水っぽさというものがないので、まあ、これから の, スタイリングにはいいのかなと。さらっとしつつもツヤがしっかり出るんです。そうですね。ありがとうございます。では最後に、はい、まあ、この色味とかスタイルをどんな形女性におすすめしたいですか？そうですね、やっぱりこうお客様でも早い人はこういったヘルシーな明るさと、まあ、これぐらいのブラウンの入った色を求める方が多くて、やっぱり街を歩いてても銀座や渋谷歩いてると、今まではこうファッションもイケてるような子はブリーチっていう感じだったんですけど、今割とファッションでイケてるような人たちがブリーチではなくて黒髪だとか、あとはこれぐらいのトーンのブラウンの子が増えてきたので、やっぱりこう新しいもの、これから先何かトライしたい方、まあ、こういったちょっとヘルシーなカラーでファッションとともに楽しんでいただきたいなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、